んなさい。本に夢中になっていて気がつかなかったみたい。何を読んでいたのかですって。これはね、今やってるテレビドラマの原作の恋愛小説よ。賢いエリチカには古典の方が似合うかしら。冗談よ。ドラマも見てるんだけど、小説も心理描写が細かくて面白いのよ。人でもドラマでも何でも好きになったらもっともっと知りたくなっちゃう性分みたい。あの時あの子はどんなこと考えてたのかな、あの子はどんなことが好きなのかな、どういうところが好きなのかなって。相手のことが分かれば相手をもっと喜ばせてあげられるのにって、そういう風に考えちゃう。だから君のこともいろいろ知りたいわ。もっと君を喜ばせてあげたいから。体調管理は